演武開演。どうも、本日はこちら、ローソンの宇治抹茶ホイップ&ブルアンドーナツ。この中に入っているどんなのなんだろう。では、いただきます。美味しいクリームとあんこですね。もっちりふんわりとした食感のドーナツの中に入っている抹茶クリームの苦味がうまくあんと調和してとっても美味しかったです。和洋折衷のドーナツですね。パイ生地とシューとはまた違った美味しさがありました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。もっちりも美味しい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。